こんにちは、こんばんは、やさむりです。今回はモンストコレクションではなく世界3500万人突破記念ガチャを引いていきたいと思います。まあ、前回がねなかなかいい感じの引きだったんで、まあ今回はどうかなって感じなんですけど、ロビン欲しいね。ダルタニャンも欲しいけどロビンも欲しいよね。まあ、でも行きましょうか。金ともかっこよくて記念ガチャ10連ガチャって言いそうになったけど、3日目ですね、行きたいと思います。最終日、サブアカは星5は出なかったかな。まあでも本当にね、ガチャ引けるのは楽しいよね、無料でね。しかもだってオーブ15個分だからさ。うおー、かわいい子来たね。かわいい子来た、ポルタン。充電するみたいですね確かに充電してるわ。なるほど、ポルタはね、まあ聞いたことありますよね、みんなね。取得順、なんとなく取得順、うん、なんとなく取得順だね。ちょっとこれ見ちゃうと、さっき何当たったかと、前回何当たったかちょっと分かっちゃうかもしれないんだけど、よし。もう動画かなり短いんだよね。だってガチャプロしか引いてないからプロしか引いてないから、ね、動画自体短くなっちゃうんだけど、よし、これで終わりにしよう。で、今回の超重心祭は、ユーザーの、なんだっけ、リクエストガチャみたいなのがあるから、スルーしようかなとも思ったんだけど、一応メールで、ある程度こう、1個だけ、メールで1個だけ、オーブ1個だけもらえるやつは、ある程度受け取って、2個とか3個とか5個とかは、残してあるんで、あとログインのやつかな、残してあるんで、今回の超重心祭は、以前もね言ったと思うんですけど、単発でちょっとやってみようかなとも思ってるんですよね。単発で最近引いてないから、意外と超重心祭は単発もね熱いから、単発で星5が出たら終了みたいなね、それか今手持ち持ってるこの61個のオーブがなくなるか、どっちかをしようかなとは思ってるので、一応引こうかなとは思ってます。ちなみにここの中だと、モンストコレクションのここの中だと、ウォッカ以外は持ってないから、その3体は欲しいかな。で、サブがね、アーサーとワールドいるから、逆にウォッカ出てくれたら嬉しいなって感じで、まあ引かないけどね、引かないんだけど、一応まあ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 、今回はポルタがね出てくれたので良かったのかなと。ポルタが出てくれたというか、まあ、さっきも言ったけど、とりあえずねガチャを無料でね楽しく引けたのは良かったんじゃないのかなと思っておりますので、次の超重心祭、まあいい子がね来てくれたら、星子が来てくれたらいいのかなと思っております。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をすると最新動画が見つかりやすくなりますので、パソコンの方は右上のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットの方は下の登録ボタンから登録お願いします。ではでは、次の動画でお会いしましょう。